どうもね、皆さんよろしくお願いします。今回から、ゴースト君に代わってね、レジスタンス3の実況をさせていただくことになりました。平泉聖です。よろしはい、どうもです、ゴーストです。怒られそうだし、そんなにクオリティも高くないくらい、クオリティも高くねえんだよ。というわけでね、パート7やっていきます。出たらしいな。地図によれば現在地はミシシッピ川、いや知っとるな、セントルイスの町が近いはずだ。そこで止まって物資を補給しよう。ちゃんと水面が、これ慣れとけばよかった。見ろ、正面に。え、あ、いた、乗り当てだ。こっちに向かってくるぞ。くそ、うわー、出た、シンガオレン、シンガオレン、シンガオレンだ。あ、見えてきたね、やっと見えてきたね。出た、シンガオレン、でかっ。うわ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 ー、ちょっと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 、壊れる壊れる、船が、船壊れるって。え、どうすんの？え、ちょ、逃げないと逃げないと。マリコ、マリコ、やったぞ。よし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 、あ、いたいたいたい、ふざけんなよ。何匹くんだって。すごいことになってる。追い汗を巻くからしっかり捕まってろ。すごいなこれ。ドロップしてきた。このボート強っ。右にロングレッグ。あ、お前ら、またお前らかよ。なんかお前らと俺は会うんだよ。踏ん張れ。ちょっと待って、ロングレッグどころじゃない。あ、いた。怪我してるんじゃないか、後輩室へ行け。いや怪我もするがな、お前こんなんことなってる。後ろにロングレッグ。え、なになに、うわちょっと待って、キモい。ちょっと待って、ガチで体力がやばい。ボートの反対側にいるぞ。あっか、あ、ああ用心しろよ、ボートにまだいる。ほら、後半室で怪我を手当てした。こもるこもる、ここに。ゴリアテをうまく巻いた。間一髪だな、このボートはもう限界だ。え、そうだね、限界近いね。ロングレッグが見えてない。あ、やべ、その先切れたら。なんだよお前、ふざけんな。痛い。
りだ。ほらほらほら、俺の勝ちだな。あー、ごめん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 。きついだって。いいだろう、乗ってこい。乗ってきてくれた方が倒しやすいよね。ボートの前を守るんだ。え、ドロップシップが。まだいるぞ、正面だ。ねえ、ドロップシップ。だってちょっとちょっとちょっとマジか。ここにこもっていよう。エンジンがオーバーヒートしてる。このボートはもうそんなに持たないぞ。取り囲まれた。あ、本当だ。しょうがねえな。めっちゃ声聞こえるんですけど、めっちゃ声聞こえるよ。これで一安心。こっちだ。一安心なことないやん。うわうわ。撃ってはないんだ。前に進む。センガオレンが2体いる。おい、なんだよこの大量大量資料クエストか？大量資料クエスト。沈没沈没。そりゃシェンガオレン2体は無理だよ。なかなか頑張ったよねこのボート。ボート強っ。ボートの方がすごいわ。お、マリコ。マリコ、大丈夫か、ジジイ。マリコか。ああ、大丈夫だ。水口を押さえるよ。暖かい場所を探そう。ジジイ。お、でも 593km になってる。最初は799だった。あれ？あの石炭タワーは安全そうだな。第5章、第6、第5章だよね。急げ。は、ああそういうことか。はい、じゃあというわけでパート6は以上になります。なんかすごいチカチカしてんな。電気か。パート6は以上になります。パート6じゃねえや、パート7は以上になります。それではパー次の動画でお会いしましょう。ゴーストでした。バイバイ。